出陣するか。すでに勝ちは見えておる。本多忠勝、敵ながら見事な働きでしたね。家康には過ぎたる家臣、実に厄介な相手じゃよ。されど王道を成すため足踏みはしておられぬ。直ちに二俣城攻めに取り掛かろうかね。二俣城は川を天然の堀とする堅城、力攻めではお味方の犠牲が大きくなりましょう。そうか。ではどうする、正幸。敵の水の手を断ちましょう。さすれば牢城もままならぬはず。よかろう。二人とも抜かりのないようにね。はい、父上。親方様、何かせいておられるようだ。二俣城は天然の要害の。次の出陣は面ですかな。Thank you.
しい。雪村もお役に立ってみせます。探索を始め、
すでに勝ちは見えておる。本田忠勝、敵ながら、敵のみ、二俣城は天然の要害の上、敵の士気も高い。正面から攻めるのは難しいでしょう。まずは城外の敵を一掃して二俣城を包囲しようかね。城に葬らず撃って出るとは、何故敵はこんな無謀な真似を。行動の存在を隠したかったのだろう。どうやら水源と行動がつながっているようだ。無働きなど自慢にならぬ。水の手を立てば敵も戦意を失うか。日没までに水源を抑えるよ。あそわる、正影に使者を。水源を壊す準備を進めよ。そんな、敵将を撃ち取った。さあ、撃ち取る。奪働きなど自慢にならぬ。ここまではたやすい。正影が到着する前に行動を確保しようかね。ここまではたやすい。
働きなど自慢にならぬ。親方様、花掘り衆を連れてまいりました。開門。水源砦への道は開けたな。これで花掘り衆たちも進めるだろう。金堀衆が取水口を壊すためにも砦は制圧せねばなりません。こたびの水源を断つ作戦ですが、砦を落とすだけではなりませぬか。取水口を破壊せねば水は止まらぬよ。破壊されまいと敵も必死の抵抗をしよう。そこで山形正景が連れてきた金堀衆の出番というわけですか。さよ、金堀衆なら取水口を破壊するのもあっという間じゃからね。この行動の中に敵がどれだけ潜んでいるのか分からない。もしやと思って伏兵を用意して正解だった。ここは通さるぞ。花堀氏を失うようなことがあれば水源の破壊に手間取る。水源は二俣城の生命線。武田軍に取られるわけにはいかぬ。無用に戦を長引かせて何の益がある。それほど犠牲を出したい。我が手の者を護衛につけましょう。これで不意をつかれても安心だな。手働きなど自慢にならぬ。ここまでは容易。取水口を破壊せよ。水が出ないぞ。これじゃ干上がっちまう。これ以上の籠城は無理か。
ならば城を出し家康様と合流せねば。開門。家康に合流されるのは厄介だね。ここは容赦せずに追撃するよ。敗北条件変更。敵は散り散りになって逃げております。全員を追うのは難しいですぞ。中根正輝殿、よくぞ耐え申した。人分として先陣を切って参りましたぞ。開門。この間敵が本陣に突撃しようとしている。手薄な守りを突かれたか。家康様のお下地で戦い果ててこそ本望。かようなところで死ねるものか。主君のために生きるとなぜ言えん。どしめたいな。敵将討ち取った。さて撃つ。ここで完膚なきまでに叩いておくのが正しい。徳川の戦をくじくことにつながる。だやはり親方様は戦でおられるように思える。考えすぎだろうか。この軍水源を断つ作戦はうまくいった。おかげで味方の被害は少なく済んだな。一言坂に続くこたびの敗戦、徳川はもはや立ち向かっては来ないでしょう。そうだといいんだけどね。浜松は捨ておき、京を目指したいところじゃ。己の道を行くだけだ。高虎、その道見守ろう。世はそれがしを裏切り者とそしるだろう。だが兄上の方法では天下は収まらぬ。一は
長政様の妻、どこまでもお供いたします。まさに絵に描いたような美男美女様になるね。気楽なことを。長政様がどのような思いで戦に臨まれていると。よせ高虎。信長は義理の兄貴だもんな。真偽に熱い長政にしちゃ断腸の思いなんだろう。ましてやお市の胸の内たるや、俺が涙を拭いてあげたいね。貴様落ち着け高虎。どの道この男の出る幕はない。そりゃそうだ。二人の覚悟に報いるためにも信長は倒す。必ずな。軽いだけの男ではないようだ。ふん。雑賀衆は信長に仲間を多く殺されているのだったか。ああ、信長は苛烈すぎる。だからこそ長政様も断たれた。理想の未来をご子息らに残すためにな。ならば我らが長政様をお守りし、ご家族のもとへ返して差し上げねば。ああ。浅井の救援が来たとはいえまだ劣勢か。今のうちに戦線を上げなきゃやべえな。中央砦の制圧に向かえば良策だな。闇が深い今こそ好機と言えるだろう。ならば中央砦の連中を引きずり出す。周辺の敵を蹴散らせば慌てて出てくるはずだ。総力戦だ。大将格の一人が言われちゃ士気が持たねえ。いい鬼やられおって迎え撃つぞ。開門。ようやく出てきてる。進め。中心だ。それがしの勇気だ。消えてなくなれ。敵将撃ち取った。とことみよ。敵の主力が出てきた。そうだ。
大将の首取るなら今ぞ。これで終わりだ。任せろおじき、やってやんぜ。中心がそれがしの勇気となる。くしょ、間に合わなかった。これじゃ体勢が整えられねえ。犠牲者は出せぬ。他の味方を助けよう。無用な死は避けるべき。速やかに彼らを戦場から遠ざけましょう。民兵が手薄な北東に殺到している。彼らは敵に誘導されているのではないか。塔の槍口を堪能してもらおう。開門。これで終わりだ。よし、次の読みがドンピシャってか。まったくやらしい野郎だぜ。せろ。敵将、討ち取った。お前たちが血を流すのを長政様は望まん。何としても生き抜け。乗り切れなかったか。長政様、申し訳ありません。このまま守っていても押し切られるだけよ。我らも戦線を上げて織田を押し返すぞ。愚か者どもが釣られおったわ。
やる気になってる連中に水を差すような真似させるかよ。そろそろ出番みたいだけど、本当にいいの、秀吉様？信長様の命令じゃ、やらぬわけにはいかん。解剖！これで終わりだ。秀吉来るかよ。上等だぜ。敵戦を狙え。これ以上の増援を許すな。敵将、撃ち取った。そう、また一つ。さらばだ、また会おう。戦火よ、中心がそれがしの勇気となる。敗走。ちくしょう、守りきれなかったのかよ。すでに勝ちは見えておる。己の道を行くだけだ。高虎、その道見守ろう。浅井の救援が来たとはいえ、まだ劣勢か。今のうちに戦線を上げなきゃやべえな。中央砦の制圧に向かうが良策だな。闇を深い今こそ、放棄と見るか。ならば中央砦の連中を引きずり出す。周辺の敵を蹴散らせば、慌てて出てくるはずだ。
信がそれがしの勇気となる。いいぞ、援軍が来て勢いづいてる。流れ自体は決して悪くねえ。だがこっちは民も戦ってる総力戦だ。大将格の一人もやられちゃ士気が持たねえ。それがしの勇気となる。いいようにやられおって迎え撃つぞ。開門。ようやく出てきた。進め。ゼロ敵将撃ち取った。撃ち取った。敵の司令官が出てきたか。総大将の首取るなら今ぞ。任せろおじき。やってやんぜ。戦場から遠ざけましょう。任務は手薄な北東に殺到している。これで終わりだ。彼らは敵に誘導されているのだ。これより悪党のやり口を堪能してもらおう。開門。すぐの読みがドンピシャってか。まったくいやらしい野郎だぜ。
こうはいらぬか。西畑の首はここぞ。お前たちが血を流すのを長政様は望まん。何としても生き抜け。向こう限りなし。悪いが、こちらが一枚上手だったようだ。行くぞ。このまま守っていても押し切られるだけだ。我らも戦線を上げて織田を押し返すぞ。愚か者どもが釣られるとは。やる気になってる連中に水を差すような真似させるか。こう、また一つ。何という強さよ。もっと手柄を上げる。上を狙う。終われない。争いを止めるまでは。遊びにはしゃいでる奴にはお仕置きだ。それがしか。
無事に逃げ延びたか。後の戦は武士の仕事だ。そろそろ出番みたいだけど、本当にいいの、秀吉様？信長様の命令じゃ、やらぬわけにはいかん。開門！秀吉来るかよ。上等だぜ。敵船を狙え。これ以上の増援を許すな。戦場の中心がそれがしの勇気となる。目指すもんなるまでわしは止まれねえ。しのいでやったぜ。でもまあ明日にはさらなる増援ってか。ああ、もう一押し必要だ。しのぐだけでは魔王の進軍は止められない。ならば俺たちで信長の首に食らいつくのみ。この先の時間はおあつらえ向きの状況だ。来るか。よいぞ、迎え撃て。開門！中心がそれがしの勇気となる。
が認めよう。俺こそ天下無双だ。こうまた来てます。行くぞ信長。その首もらい受けるぜ。面白い。せろ解剖。長政様の手は煩わせん。貴様は俺が仕留める。長政の覚悟をうぬが示すか。思い上がったものよ。敵将討ち取った。そうだ、抗え。信長を殺してみよう。言われるまでもねえ。逃がさねえぞ信長。落ち着け。こちらの被害も大きい。深追いは禁物だ。いずれ機会は訪れるだろう。次だ、次こそ。